ノックス大学は、イリノイ州ケールズバーグに本部を置く、アメリカが主衆国の私立大学である、1837年に設置された。アメリカ中西部を代表する、リベラルアーツカレッジの一つであり、アフリカ系市民と女性に最初に門戸を開いた、大学の一つでもあり、リベラルな伝統を誇る。見学の精神はベリタス。教育、学生生活の多くの面で、 オナーコードに基づいて学生による自治に委ねられている。1837年にジョージ・ゲール率いる反奴隷制主義者たちによって自由主義的な高等教育機関として創立された。まもなく南部の奴隷州から奴隷を北部の自由州やカナダに逃亡させる地下運動、地下鉄道の拠点の一つとなった。1858年大学で有名な リンカーン・ダグラス論争が開催され、1860年にリンカーンに彼にとって初めての学位をノックス大学が授与した。ちなみに近年では2005年の卒業式でバラク・オバマが2007年の卒業式でビル・クリントンが演説を行っている。学部課程だけのリベラルアーツ・カレッジでありながら研究に力を入れている教育が特徴である。 4年生の多くが独自でまたは教授と共同で研究費を得て卒業研究を進める。その結果、卒業後に直接メディカルスクールやロースクールを含む大学院への進学率は32%に上る。PhD まで習得する卒業生の割合も高い。アメリカ国立科学財団の統計によれば、 全米総合ランキングで1981年から1990年の数学 PHD 習得率は第9位、1995年から2004年の総合 PHD 習得率は第40位である。メディカルスクールへ進学する学生が多いことでも知られ、希望者の約85%が進学する。またジョージ・ワシントン大学やラッシュ医科大学の メディカルスクールに進学できる提携制度がある。さらに、コロンビア大学やセントルイスワシントン大学に編入する3から2プログラムもある。国際交流が盛んであり、3年生の約半分が交換留学をする。日本とは、バセダ大学国際教養学部と提携がある。ノックスでの教育。 学生生活の中核を成すのが、オナーコードと呼ばれる学生によって制定された、自治検証である。オナーコードの規定は、学業面の多岐にわたり、例えばなどが挙げられる。オナーコードの目的は、学生のモラルと自主性を信頼した上で委ね、学問的誠実さと人格教育を寛容することである。違反者は学生により構成される、差問会にかけられ、 大学を含む厳しい処分を受ける。現在でもオナーコードを維持している数少ないリベラルアーツカレッジの一つである。日本のグルーバンクロフト基金から派遣される学生に与えられる奨学金制度がある。ありがとうございます。